はい、僕からは2点です。一つはちょっと新しい、挑戦といいますか、大都市、大阪においてですね、僕はあの大阪都構想、絶対に必要だということを言ってますけども、これはあの大都市の政令市においては、住民の皆さんと役所とのコミュニケーション、いわゆる住民自治といいますか民主主義が不足しているという問題意識から大都市制度を変えていくべきだということをずっと言っていきましたけども、大都市制度を変える前にですね、ICT を活用してこの住民自治、民主主義の不足をなんとか補うことができないかという思いでですね、市長辞職する前から、昨年度ぐらいから指示を出してですね、なんとか一つの方向性が見えてきたので、まずは実証実験を開始します。名前がこれはそのチームで考えた名前としてマイコミ大阪と、コミュニティとかコミュニケーションとか、そういう意味でのコミなんでしょうけど、マイコミ大阪という、もののですね、プロジェクトの実証実験を、開始します。まずフリップ1なんですけれども、民間の画像投稿サイトを利用しまして、地図情報上に地域の課題やその解決に向けた取り組み状況などを投稿するマイコミ大阪の実証実験、トライアルですけども、4月14日月曜日、来週ですね、来週の月曜日から市内まず8区で実施をします。 ICT を最大限に活用したこの実証実験によってですね、これまで地域に関わりの薄かった市民の皆さんと行政、またはあの市民の皆さん同士のですね、接点、チャンネルの拡大と、新たなコミュニティの醸成、プロセスの透明化などの効果を期待しておりまして、大都市、大阪にふさわしいコミュニケーションシステムの構築を目指します。 ICT を活用して、これを今後ですね、少子高齢化時代、核家族時代に、どんどんこう突っ込んでいくこの大都市においてどうコミュニティの再生を図っていくのか、これはあの地域団体の補助金問題で、地域団体の皆さんといろいろ圧力といいますかぶつかり合いありましたけども、僕はあの今の大阪市内のですね、地域団体、これはあの一定の役割、当然あのきちんと果たしてもらっていますし、これまでの実績もありますけども、今の状態のままだとですね、地域コミュニティというものがどんどんこうなんていうんですかね、薄くなってくると、要は新規の参加者が先細り状態になっていますので、独居老人問題も含めて孤独死問題も含めてですね、どう対応していくか、そういう意味では地域コミュニティの再生という、そういうことの方針のもとにですね、地域団体を活性化させるいろんな方策、その過程においては地域団体の皆さんには申し訳ないですけども、いろいろ補助金の出し方とか、それからその補助金使った場合の領収書のあり方とかいうことも地域団体の皆さんに負担をお願いしながらですね、透明化というものにこだわって、新規参加を促すということを、これまで進めてきました。でもう一つは、アナログ的なそのまさに地域団体といいますか地域コミュニティ、そういうものを活性化するということの他にですね、この ICT を現代社会に置いてですね、フル活用してですね、地域コミュニティの再生、地域コミュニティというよりも ICT を活用したコミュニケーションというものを、地域コミュニティにこう擬していくといいますか、そういうことを取り組あのそういうことができないかということでちょっと実験をやってみます。無料のアプリをですね、ダウンロードしまして、必要事項を登録すればですね、どなたでも参加していただきますので、市民の皆さんの参加をお待ちしております。投稿イメージ、としては、課題を発見すると、そうするとスマホで、それを簡単にカシャッと、撮影してもらいまして、このサイトへ写真とですね、そのコメントを投稿してもらうと、例えばですけども排水口にゴミが詰まっていますなんていうコメントを、つけてもらうと、で投稿に気づいた、これ地図に上がってきますので、投稿に気づいた他の市民の皆さんがですね、ご近所なので片付けてくださったらそれは非常にありがたいと、市民の皆さんで役所だけが対応するということではなくて、市民の皆さんで対応してもらえるんだったらそれはそれでありがたいと、ご近所なので取り除いておきましたと解決後の写真とコメントをまた投稿してもらうとか、
市民と役所との接点だけじゃなくて市民同士の接点の、を厚くするということですので、まあ、何でもかんでも役所に頼ると、まあ、その分税負担といいますかそういうものが重くなってきますのでね、自助共助公助ということで、市民の皆さん同士で解決できることであればですね、解決してもらえれば役所を肥大化させる必要はありません、まあ、そういうことで市民の皆さんがやってくれればまたそれやりましたよなんていうコメントをそういうとをコメントを返してくれればと思います。ただ、まあ、あの市民の皆さんでできることというものは限界がありまして、道路の穴の補修などは、まあ、行政でなければできないという、まあ、こともあるでしょう、まあ、そういう場合には行政が、きちんと対応しますけれども、まあ、いわゆる地域団体の活動もこれも重視していきますが、まあ、がっちりしたそういう組織の中に参加するということが、ちょっと気が引けるとかですね、苦手だとかいうことであったとしても、まあ、この ICT というものを活用してですね、市民同士がつながって、まあ、そういうちょっとした排水溝への詰まりとかですね、まあ、違法駐輪もそうですかね、写真撮ったらどうするんですかね、市民の皆さん、まあ、それは撤去はできないけれども、ちょっと並べるのかどうなのか、まあ、そこはまた市民同士の皆さんのちょっとやり取りを僕も見させてもらいたいと思うんですけれども、これはあの一部の区ではこのやり取りも全部というか、区役所のホームページにリンクするのか、区役所のホームページの方に、アップさせるのか今ちょっと調整を指示していますけれども、コミュニケーションが、まあ、やり取りがとにかく見えるようにしてですね、これからどういうふうにしてまた進化させていくのか考えていきますけれども、まあ、こういう形で ICT 活用してですね、市民の皆さん同士のコミュニケーションや市民と特にまあ市民の皆さんと役所とのコミュニケーション、これの緊密化を図っていきたいと思います。まあ、本来これ20万人とか10万人ぐらいの自治体であれば市長と市民の皆さんが直接つながって電話のやり取りなんかをやってですね、まあ解決したりとかするんでしょうけども、まあ大都市大阪260万人市民においては、まあこれはやっぱり住民自治民主主義が不足していますので、これ ICT を最大限活用させてもらってですね、住民の皆さんとこの役所距離が遠いところをまあ埋めていくと。まあ、ただだからといって大阪都構想を下ろしたわけではなくて、やっぱり大阪都構想というものは特別区設置はやっていかなきゃいけない。まあ、ただ ICT 活用できるんであればフルに活用していきたいと思っております。フリップはここまでですかね。あ、そうですか。はい、これは今宮古島区の田畑区長がプロジェクトチームのリーダーとして、まあ、特にあの区役所のBPR の方もですね、あの要は業務刷新の方もですね、業務プロセスの改善策の方も、区役所マターについては基本的には宮古島区で、区長 ICT プロジェクトチーム田畑区長の下で、このプロジェクトチーム発足してますので、まあ、ICT をフル活用して、役所業務を効率化してほしいということを指示を出しております。で、この中之島の、まあ、淀屋橋の本町の方はですね、総務局の方に旗を振ってもらってですね、まあ、総務局長に、あれなんで CIO ですか、CIO でいいんですね、チーフとかインフォメーションオフィサーで CIO の方に、あの要は情報部門の統括役になってもらいたいということを今検討してくださいということを、まあ、言ってるんですけども、まあ、本庁舎の方は総務局 で区役所マターについては宮古島区の田畑区長で旗を振ってもらってですね、ICT をフル活用した、行政というものをやっていきたいと思います。まあ、他の自治体でもやってるところあるんですけども、まあ、大阪で大都市大阪で、こうやってみるっていうのが非常に、実験的な意味もあると思いますから、しっかりこれやってですね、まあ、うまくいけば全区に広げていくと、また対応する範囲も広げていくということをどんどんやっていきたいと思っております。そして2点目が一律幼稚園民営化計画の見直し案についてですが、まあ、これは一律幼稚園の民営化、僕はこだわりがあります。今回も市長選挙のタウンミーティングでいろいろこの問題話をさせてもらいました。で、一律幼稚園に子どもを通わせている保護者の皆さんからすればですね、一律幼稚園の民営化反対という声が強いのはもうこれは承知していますが、一律幼稚園に子どもを通わせていない住民の皆さん、
多くの住民の皆さんと意見交換をすると、やっぱり一律幼稚園は民営化すべきだという声も圧倒的に多いです。ですから、各区役所の方に指示を出しましてね、これからは一律幼稚園に子どもを通わせている保護者との意見交換だけではなくて、一律幼稚園に子どもを通わせていない、そういう住民の皆さんも一緒に、混じってもらったそういう説明会の場を設けてですね、この一律幼稚園の問題点というものを幅広く大阪市民の皆さんに考えてもらいたいと、考えてもらうようなそういう協議会にしてもらいたいということを各区長の方には指示を出しました。繰り返し言ってますけれども、大阪市の幼稚園に通うですね、子どもの8割がですね、私立に通っていると、そういう厳然たる事実があります。そして、一律幼稚園に対する、大阪市の税金と、私立の幼稚園に投入している大阪市の税金には非常に、アンバランス、不公平さがあります。大阪一律幼稚園の方にですね、かなり多くの大阪市税が投入されている。そういう中で、大阪一律幼稚園はですね、所得制限なく非常に安い保育料の設定になってます。ですから各家庭、経済的な事情に関わらずですね、一月、9000円という非常に安い、保育料で、一律幼稚園の方には通わすことができる。私立の方はだいたい一月3万ちょっとかかるということも聞いておりますので、相当な差があります。これはやっぱりおかしいと、これは非常に不公平だと、税の使い方としては不公平だと思いますね。そして、幼稚園の運営経費についてもですね、大阪一律幼稚園の運営経費、人件費が非常に高いという問題点があります。その代わりにですね、クーラーの設置がないとか、給食がないとか、送迎バスがないとか、そういう問題もあると。ただ障害のある子どもをですね、積極的に受け入れているのは一律幼稚園でもあると、そこも承知しています。こういう状況の中で、ただ、大阪一律の幼稚園59園をですね、そのまま維持していくというのはやっぱり違うと僕は考えておりまして、やっぱり一番の考え方の軸はですね、税金の使い方の公平さというところですから、やっぱりこれはまず幼稚園においては一律幼稚園を民営化してですね、8割の子どもが私立に行っているという状況を見ればですね、まずは私立の幼稚園にお任せをしながら、どうしてもこの公がやらなければいけない、そういう領域においては公がやっていく、そこの領域を探っていくということをやっていきたいと思っております。議会の方はとにかく一律幼稚園に通わせる保護者の声に引きずられてですね、一律幼稚園に通わせる保護者の皆さん、大体行政のいろんな方針について反対する声というものは大きくなりがちですから、その声に引きずられて議会は及び腰になってしまってですね、20年先30年先のことを考えてやらなければいけないことに、踏み出せません。これは議会の限界だと思うんですけれども、選挙のことを意識してですね、この一律幼稚園問題、全く議会は本気になっていませんけれども、これはやっぱり、今やらなきゃいけないと、公の役割として残すものはどの範囲なんだということをしっかり議論しないとですね、今あるものが全部公の役割なんだという乱暴な議論をしていたら、いつまでたってもこの税の使い方の公平さというものは実現されないと思っております。ですから大阪一律幼稚園の役割として、障害のある受け入れ、それから幼児教育のレベルを確保していく、この2点が大阪一律の幼稚園の役割だというふうに思っていまして、まず幼児教育の、レベルの確保というところは、今教育委員会でですね、もう幼児教育のカリキュラムほぼ出来上がっております。あと教育委員会で、案まではできているので、教育委員会で議論してもらった後成案にすればいいだけで、これは多分全国でも珍しい幼児教育カリキュラムと
就学前教育のカリキュラムというものはしっかりできましたので、まあ、この点はですね、一律幼稚園を59円も持っておく、まあ、理由にはもうならないと、まあ、こういうことを研究するとかですね、そういうことのために、一律幼稚園が必要だということであれば、まあ、それはそれで理由あるのかも分かりませんが、今ある一律幼稚園を全部持っておく必要はもうありません。就学前、教育についてはしっかりと大阪市、教育カリキュラムを作りました。まあ、これから実践の段階に入っていきます。それから、障害のある子どもの受け入れ策についてはこれから補正予算でですね、私立の幼稚園に対してこれまでにない、非常に手厚い、その制度を作りまして、これから予算化していこうと思っています。まあ、2つ、まあ、制度の中でですね、2つの、まあ、2つというか2つの領域に分けまして、障害のある子どもを引き受けてもらった場合には、まあ、その数に応じてですね、その子どもの数に応じてしっかり補助を打っていくの他にですね、基本的にその障害のある子どもを受け入れていきますよということを宣言してくれる幼稚園、これは指定幼稚園という形で大阪市が指定をしまして、そういうことを宣言してくれる幼稚園の場合にはかなり手厚い補助制度というものを作りました。ですからどれだけ今度私立の幼稚園がですね、手を挙げてくれるのか、障害のある子どもを積極的に引き受けますよと、断りませんよ、幼稚園は基本的にはこの応諾義務はないんですけども、申し入れがあったとしても拒否できる権利は幼稚園にあるんですが、それでももうそういう拒否はしませんよと、申し入れがあればどんどん積極的に受け入れていきますよということを宣言してくれる幼稚園にはですね、全国でも類を見ない手厚い助成制度を適用していくと、全国でも類を見ない手厚い助成制度でサポートしていくと、そういうような制度を作りましたので、まあこれでですね、障害のある子どもの受け入れ策は一定きちんと確保できたのかなと。でこれは住宅供給公社の問題にも共通するんですけども、僕の考え方はですね、ハード供給で、施設の供給とかハード供給で、まあ、セーフティーネットを維持するということはしないと、もう今は民間事業者があるわけですから、基本的には民間事業者に、やってもらってですね、まあ、ソフト政策で補助制度とか助成制度でセーフティーネットは維持していくというのが僕の大きな、考え方ですから、まあ、これまで、幼稚園という、まあ、そういう現物でですね、セーフティーネットを、まあ、維持していた、まあ、その大阪市政をですね、まあ、転換させて、私立幼稚園があるのであれば私立幼稚園に、基本的には委ねていく、ただセーフティーネットの部分については補助金制度、助成制度でこの民間事業者を支えていくという方針で、この一律幼稚園の民営化というものを進めていきたいと思っております。ただ前回のといいますか、これいつでしたっけね、否決された、あ、25年11月にですね、去年の11月に、民営化については一部だけ可決で、まあ、多くは否決をされた、そういう事情がありますから、考え方をいろいろちょっともう一度整理をしまして、見直し案として、これフリップあるんですか、見直し案、まあ、今年度、いや違う枠か、まず区内にですね、一律幼稚園が1園しかない園の民営化については、まあ、議会からの意見でより慎重に進めることが求められていますから、先ほども説明しました障害のある子どもをですね、私立幼稚園で受け入れてもらうための制度が創設された後のですね、まあ、平成27年度を着手時期としました。まあ、だから1年ずらした、後ろにずらした、区内に1円しかない場合ですね、また一律幼稚園が1円しかない場合で、区内に一律幼稚園が複数円ある場合は、まあ、一つですね、民営化やってももう1円があるわけですから、複数円があるわけですから、まあ、それはもう26年度に着手する。それから民間移管する園を民間に移管、まあ、この民営化するときの時期ですけどもね、
市議会で条例案が可決される前に、入園申し込みをした園児がきちんと卒園した後だから公立幼稚園として入ってきた園児はちゃんと公立幼稚園として卒業させてあげるということはきちんと保証すると。ですからこれで、一律幼稚園に通わせている保護者の皆さんも自分が通わせている子どもを公立幼稚園だと思って入園させた保護者はですね、きちんと公立幼稚園で卒業できるということをしっかりと明確化してですね、そして理解をこれから得ていきたいと思っております。それから私立幼稚園と一律幼稚園、やっぱりこう情報がきちっと、情報の提供を受けてですね、しっかり見て判断してもらいたいと思いますので、今回僕も局に指示をしましてね、幼稚園や保育所を希望される方に対して、今回の見直し案を十分説明していくことは当然なんですけども、その情報をですね、大阪市のホームページに、大阪市内保育所幼稚園マップという形で、掲示します。ですからよく比較をしてください。区のところをクリックすればですね、きちっと各幼稚園と保育所で、まず認可の幼稚園と保育所の情報を出していきますので、保育ママとかそういういわゆる認可施設以外のものについてはまた別のところのページ、リンク先貼っていますから、とにかくお母さん方はですね、保育所の情報、幼稚園の情報、保育ママの情報、これはこれからきちっと、今までこれ情報提供してなかった方が遅れていたわけなんですけども、きちっと情報提供しますので、自分の子供をどこに預けたらいいのかしっかり見てください。一律幼稚園の予算ももちろんありますけれども、他の施設も見てもらってですね、判断していただきたいなと。いずれにしても税を公平に使っていくという観点からすればですね、やっぱり一律幼稚園は民営化していってですね、本当に公の役割として必要な部分に関しては公がやっていったらいいと思うんですけども、今の一律幼稚園の園の数59園をですね、全部そのまま残していくなんていう、こんな大都市は、こんなバカなことをやってる大都市は大阪市以外にありませんので、もうそろそろちょっと議会の方もですね、真剣に考えてもらいたいなと。そんな選挙のことばっかり考えて、一律幼稚園のに会話している保護者のですね、声だけに引きずられるようなことをせずにですね、そんなことやるから僕が大阪市役所体制変えなきゃいけないんだと。そんな細かなところの話だけでですね、大阪全体のことを考える、そういう視点がなくなってしまう、そういう市議会おかしいということで大阪都構想を言ってるわけですから、もう少し市議会の皆さんにもしっかり考えてもらいたいなと思っております。以上です。それでは質問をお受けします。必ずマイクを通しまして社名、氏名を述べをお願いします。まず幹事社の真西新聞さんからお願いします。真西新聞の稲垣です。はい、最初のマイクも大阪なんですけど、はいはい、他の都市でもやってます。もうやってます。政令市はあるんですか。政令市はあるんですか。千葉市が先陣切ってやってるんじゃないですか。千葉が、千葉だからグーグルかどっかともう提携してる、マイクロソフトと組んでるんですかね。あとですね、先ほどちょっとおっしゃってた、公の役割と、はい、地域の人が、ボランティアでこう、やってもらえるっていうそのところがあるんですけど、例えばゴミが溜まってるっていう投稿があった後、ずっとこう放置され続けると、それはそれで市としてもなんか対応しないといけないですよね。あ、そうですよ。だからそれは今考えてもらってますけども、投稿があったものについては局と連動させますんで、市民の皆さんがやってくれればまずそこで対応してもらいますけども、局が放置するということはないです。ただ全部対応できるかっていうと、多分掲げてくる内容とかね、料理も寄ってきますので、全部対応できるかどうか、そういうことも含めて実証実験でね、検討していくと。ただ局がやりませんということではないですけども、ただこの話をやるときに一番懸念されていたのはそのところでね、どれだけ投稿が来るかわからない。で、さっきの舞込み大阪のやつ出してもらっていいですか。こういうのが、もうこの大きい地図が出てくるところがありましたけど、なかったでしょ。なかったでしょ。フリップでなかったでしょ。これです。これがだからバーンとこう、この大阪市内の地図、各区ごとにこうやるので区の地図になるのか分かりませんけど、
いっぱいこれが貼り付けられた時にですね、役所が対応できないということになると、むしろそっちの方がまたクレームになるんじゃないかっていうような話だったんですが、まあそれは僕が引き受けると、もう対応できないものについては対応できないし、まあこういう状況ですってことは説明するから、そこは気にせずやってくれということで、まずはやり始めますので、まあ全部が全部きちんと即座に対応できるかどうかっていうのは、ちょっと実証実験でやってみないとわからないというところですね。その地域の人がやってもらう前に、先に行政がやってしまった、まあ本末転倒になると思うんですけど。いや、それはまああんまり考えないですよ。まあそれはだから、まあやりながら考えていったらいいんでね。例えば一定期間住民の人がボランティアなんかやってもらえなければ公がやると、そういうふうな、なんか、まあそれは実証実験の中で考えてもらうんじゃないですか。今後ということですね。わかりました。ABC の木原です、はい、お願いします。幼稚園の民営化の件で、その障害児の受け入れについては、補助を議案をセットで出されるということですが、はい、ただおっしゃったようにどれだけ手を挙げてくれるかわからないということですが、はい、多分議会はまずこれを通してから次に民営化ではないかというと思いますけれども、その点はいかがですか。いや、ですからそれはね、さっきの幼稚園の、もう一個もこれですね。だから複数園ある場合と1園しかない場合で差をつけましたので、区内に1園しかない場合でも、僕はもう1区1園でももう全部有無を言わさず、とにかく民営化に着手してくれってことで最初大号令かけましたけども、今回はこの区内に1園しかない場合には27年度に着手、まさに1年ずらしてますのでね、そこはセーフティネットを考えてます。で、複数園ある場合にはどっかのその幼稚園がきちんと引き受け先はできますのでね、この制度ができて、しっかりその私立の幼稚園で手を挙げてくれるところを待たなくても、まあここの話で僕は整合性取れてるのかなとは思うんですけどもね。まあこの区内に1円しかない場合に後ろにずらしたっていうのが今回の見直しの、まあ僕からすれば情報案ですと、まああとはここの条例案が可決される前に、まあ、公立幼稚園として入った子どもは公立幼稚園として卒業させるというところも保障するというところが一つの大きな情報の部分ですね。あと教育員の人選についてお伺いしたいんですが、まず教育長の職務代理者で山本さんが選ばれましたけど、これは教育長にされるご予定ということでよろしいですか。ちょっと人事のことなので会派の方にも説明しなきゃいけませんのでね。まあ、ただ、まあ、それは大体みんなの考えるところですね。この山本さん、区政改革には、実績のある方ですが、教育委員会は初めてということなんですが、なぜその初めての方を選ばれたのか。これはね、あれですよ、教育委員会制度改革を僕がひたすら言ってる、まあ、特に教育委員会を廃止しろというふうに僕が言ってる中でね、足元の今の大阪市教育委員会は、本来の理想形の形になってます。だから今の教育委員会制度っていうものを本当に機能させようと思ったら、今の大阪市の教育委員会のようにね、まあ、ある意味常勤的に、委員が活動して、定例の会議以外にですね、もうひっきりなしにメールでやり取りしながら、それから原案も委員が作る、いろんな方針についても委員が考える、そして事務局を指示する、これが本来の教育委員会制度が予定していた教育委員会だと思うんです。でもこんなことはできません。今の教育委員のメンバーは専門家、特に大森教育委員長はプロ中のプロですから、こういうことができるんですけども、もう1700の自治体でこういう人材を集めることはできません。で、今回の人事についても教育委員がきちっと面接やいろんなことをやりながらね、選任してきたということがありますから、本来は教育委員会事務局、今みたいな質問も本来おかしいわけですよ。僕には人事権ないんですもん、本来は。ただ、まあ、教育委員は任命権があるので。ああ、教育委員はね。で、ただ事務局のその、まあ、トップ、特に今理事で入ってもらってますけども、ここはもう教育委員の方が、現在の教育委員がしっかり選んだという、そういう経緯があります。市長としても異論はないと。区政改革の方の行政マンとしてのやっぱり能力もピカイチですからね。よく言われているように教育現場の
方から事務局を全部仕切らすのはどうなのかというあの問題意識のもとにね、やっぱ行政マンがトップについて、ピカイチの行政マンについてもらうというのが一番なんじゃないでしょうかね。あともう一人、長谷川院の後任も選ばないといけないですが、これはどのような基準で？経済界から、推薦を受けます。はい、女性でお願いしたいと思ってますので、女性で、経済界から推薦をお願いするということでやっていきます。あと今いらっしゃる西村委員なんですけれども、去年就任されて41回会議があったうち19回しか出席されてないんですね。半分以下なんですが、でご本人に取材すると就任時に月2回しか出れないことを言ってあるし、その約束だったということで、で調べましたら確かに就任時に市長名でその西村委員の勤務先の神戸大に出した文書で月おおむね2回と辞職してるんですね。ただ実態としては今大阪市教委はもうほぼ週1でやってますし、このような移植ではもう 全部来れないことを前提に依頼して受け入るということではますます形骸化すると思うんですが、いやそこがだから問題なわけです。だって今の教育委員会制度の今の報酬で、月4回なんか無理ですよ。難しいのは分かりますけれども、無理だからといって来れない人を任命したらますます問題じゃないですか。でも月少なくとも月1回の会議でね、本来は教育委員会っていうのは回していくっていう、そういう前提で今の教育委員会制度っていうのは成り立ってるわけですよ。非常勤制度で月1回です。だからこれまでの大阪市の教育委員会はだいたいソロペースでやってたわけですね。だからそれ以上に来てもらってることで十分でね、今月4回やってるっていうのはある意味異常な例外的な事項です。例外的なやり方ですよ。ただその分補ってもらうためにね、回数が全てではありませんから、この知見がやっぱり重要なのでね、これは大森教育委員長をはじめ教育委員がいろんな形でコミュニケーションを取ってやってもらってます。いやであればその次に来られ依頼する経済界から推薦される方もその程度月4回無理でしょうね。来られない方でもいいっていう考え方。いいです。だってそんな月4回来れる人材なんかいません。なかなか難しいのは承知してますけれども、しかしそれを前提に選ばれるんであれば来なくていいけど委員になれって言ってる。だってそれだったら委員ゼロになりますよ。それだけの人材来れないですから。 それを探すのが、いや無理なもんは無理ですから、だから探してくださいよ。無理なもんは無理です。そら今の制度で月4回来てそんな人材きちっとそういう見識を持った人をね呼んでこれるんだったら、そもそも教育委員、西村委員以外の委員は皆さん9割以上来られてますから、月4回でも。それはできる人を無理やり探したわけですね。でもまあ無理でも探すのが今の仕組みじゃないですか。いやでもそれはだから制度がおかしいんですよ。だからそれができるんだったら全国の自治体で教育委員会の形骸化なんか言われないですよ。いや制度の問題ってその通りだと思っているので、ただこだわるのは今国会、閣議決定がされて早ければ来年にも新教育長と新しい制度になる可能性があるわけですよね。ですからこれから選ぶ委員、教育長なり教育委員はそこへ移行していく可能性があるので、ちゃんとしっかりした人を選ぶ必要があると思うんですが、それは逆ですよ。月4回も来れるような人がちゃんと選べるんだったら教育委員会制度改革なんて必要ありません。だから今度の教育委員会制度改革は月1回や2回ぐらいの非常勤の委員でも教育委員会が機能するように制度改革したんですよ。そうですよ。だからあれ今の今度は政府与党案というのは僕は反対ですけどもね、政府与党案の場合には非常勤で1回や2回しか、まあ、1回に2回も多いですよ。1回が前提ですよ。非常勤で月1回ぐらいしか来れない教育委員の下でも教育行政がしっかりできるように、教育長というものを常勤置いてそれを代表にしてですね、ああいう形にしたわけです。もし月4回もね非常勤で来れる人がいるんだったら教育委員会制度を変えなくてもいいですよ。それは無理なんです。だから無理だから制度を変えたわけでね、そこ無理なものを頑張って見つけますなんていうことを言ったら嘘になってしまうんで、無理なものは無理だから無理だからそういう月1回や2回ぐらいしか来れないような委員の中でも教育行政がちゃんと形骸化しないようにね制度を変えたわけです。もしこれが月4回来れる人を簡単に集められるんだったら制度改革しなくてもいいわけですから。しかしやられやはり市民の立場からするとその出席もしないような教育委員を出席しないことを前提に選ぶのはやはりどうしても抵抗があります。いやでも月2回も来てくれるんですから、
それは他の委員会見てください、全国の自治体の。そうです、こんなにたくさんやってるのはの方が少ないのは、ね、承知してますけど、そんな今そんだけ熱心な人を選ぶ努力をすべきですよ、やっぱり。いや努力って言ったってさ、無理なもんは無理なんですから。だからいや、いるんだったら言ってください、その人しますから。もう候補者この人月4回来てくれるって、だってあれ今朝から晩までやってるんですよ。こんな教育委員会はまずないし、よくやってくれてるなと思いますもん。であれだけじゃなくて、僕とのメールのやり取りも含めて、もう委員同士でメールものすごいやってますしね。だからまあある意味異常事態で、こういう教育委員会が本当に1700の自治体でできるんだったら制度改革はなかったんでしょうね。だから繰り返し言いますけども、教育委員非常勤は月1回ぐらいしか来れないという前提のもとで、どうやって教育委員会を形骸化しないようにするんだって言ったら、いうことで制度改革やったわけですから、月1回じゃなくて月4回の人をね探してこいって言ったら、もう制度改革やる必要ないのでね。いやもしいるんだったら、それは控除出してくれたらいいんですけど、それはもういないです。だから経済界の方にもそれはそんな条件出していません。月4回なんかって言ったらもう無理ってなってしまうんでね。もう1点だけ、そのもしその制度が今の閣議決定された法案が、ね、新教育庁っていうのが誕生した場合には、外部の人材がなるべきか、それとも市役所内部の教育委員会内の人を選ぶべきか、どちらがいいと思う？内外で区別する必要ないんじゃないでしょうかね。中原教育長は外の人材でも極めて、いい仕事をやってくれてると思いますよ。今までにない教育行政やってくれてると思いますから、ここは内外区別なく、やっぱり、内外公募ということもやりながらね、外部の人材と内部の人材をきちっと切磋琢磨してもらって、いい人材を当てたらいいんじゃないでしょうかね。わかりました、ありがとうございます。テレビ大阪、すいません、テレビ大阪の田淵です、はい、民営化に、幼稚園の民営化についてお伺いしたいんですけれども、市長は、特別支援教育の充実、要支援児の受け入れの促進については補助金などで手厚く補助をするというふうに、おっしゃいましたけれども、まだ要支援児だとはまだ言い切れない要配慮の児童については、要配慮の児童については私立の幼稚園に どのように受け入れというのを促進したいというふうに思います。これがね、今回の制度の一番ポイントで、僕がある意味、他の自治体にない制度だというふうに自信を持って言えるのは、要はこの制度、補助制度は2つに分けてですね、一つの制度は、障害のある子どもを積極的に受け入れますよということを宣言してくれる、まあ、基本的には拒否しませんよって宣言してくれる方の幼稚園、これは指定幼稚園という形で指定をしますが、そちらについての助成制度は、いわゆる障害手帳を持っていない子どもに対しても助成制度を適用させるんです。だから発達障害含め障害手帳がなくても、これはきちっと審査機関を作ります。大阪市の方で審査機関を作りまして、そこで認定をすればですね、障害手帳がなくても、1人当たりいくらという形で助成制度を出す。これがもうある意味類を見ない制度ですね。だから発達障害のある子どもで障害手帳を持っていない子どもに対しても、この指定園になれば、助成をしっかりします。ただそうじゃない、指定園じゃない、いわゆるやっぱり拒否する場合もありますよという幼稚園の場合には、これは指定園じゃないので、この場合には障害手帳を持っている子どもについてだけしか助成制度を適用しません。ここ2つ分けました。で、まあ、局との議論ではね、局はやっぱりそんな区分けするのは良くないんじゃないかということでね、最初はこの指定園とそうじゃない園について、両方ともこの障害手帳がない子どもに対しても助成制度を適用しようというような案だったんですけど、僕はそれはダメだということでね、きちっと分けました。だから障害のある子どもは積極的に受け入れますよということを宣言してくれた幼稚園に対しては、障害手帳を持っていない子どもに対しても助成は出すし、それからハードの面でもね、積極的に補助打っていきます、その指定園については。だから指定園になってくれるんだったら、かなり手厚い助成をさせてもらう代わりに、しっかりと障害のある子どもをね、受け入れて教育をしてもらいたいと思っています。はいはい、すいません、子ども青少年局の答えで支援部長の松本と申します。ただいま のご質問に対しますお答えなんですけども、いわゆる手帳診断書等を持ちでないお子様の、対しますその
交付金の交付につきましては、今年度ですね、その認定の仕組みをしっかりと作りまして、次年度から予算化してまいりたいと、まあ、我々の思いとしましてはそういうことで考えておりますので、補足で、説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。障害のない子どもについては実際に助成が出るのは27年度からその認定の仕組みを作って認定しなければいけないので、あれハードの助成は指定園の方と指定園じゃないところで区別したんでした。区別しております。はい、施設整備補助につきましては今年度からということで、それは指定園になった場合と指定園じゃない場合では額で差をつけたんでしょうか。いえいえ、指定園以外の園につきましては対象外と。ああ、対象外だからハード整備についても指定園だけ、障害のある子どもを積極的に受け入れますよというふうに宣言をしてくれた幼稚園だけにはハード整備についても助成をすると。でそれは全部ホームページで出しますから、さっき の幼稚園と保育所の情報のところにね、指定園ということをちゃんと公にしますので、そうするとお母さん方はね、その障害のある子供、もし障害のある子供をお持ちのお母さんの場合には、あ、ここの幼稚園、私立の幼稚園しっかり受け入れてくれるんだなってことが分かるような状態にしますので、ね、そうなってくると一律の幼稚園の役割っていうのはその分は狭まると思うんですけどもね。ありがとうございます。もう1点ちょっと追加でお伺いしたいんですけれども、そのもう自分のお子さんがもう養子縁児だというふうに認定されているお母さんとかですね、平成27年度から始まるというその大阪市の独自の仕組みで、まあ、養子縁児で準ずる例えば要配慮の児童だというふうに認定されても大丈夫だというお母さんとか、まあ、お父さんの方は、まあ、もちろんこの制度を使いたいと思うと思うんですけれども、養子縁かそうでないのかという線引きをしないでほしいというふうに思う声っていうのも一方であるですね。で、ですので、まあ、もし例えば私立の幼稚園に入れるかどうかっていうのがもちろん手帳があったりとか、もしその認定があれば線引きされてしまえば私立の幼稚園には入れるわけですけれども、で線引きをされたくないというふうな層に関しては公立幼稚園だと答えられると思うんですけれども、私立幼稚園だと線引きが必要になってしまうのかなと、線引きされるかどうかが私立幼稚園に入れるかどうかの境目になってしまうのかなという意見もあると思うんですけれども、その点についてはどうでしょうか。なんで線引きされるかどうかで なければ幼稚園普通にあとは入園試験で受かるかどうかの話ですよね。私立の幼稚園だと例えば、まあ、その手帳を持ってらっしゃったり大阪市さんが独自に幼稚園児だと認定された児童の方を例えば補助金が下りるとしたら、その児童を先に受け入れようというふうにインセンティブが逆に働いて、そうじゃないし認定されたくないというお子さんは入れない可能性というのはないものでしょうか。ということは障害があるけれども認定は受けない。先ほど申し上げましたその手帳診断書のないお子様といいますのは、まさに申し上げましたように、手続きを取らずにですね、まあ、診断書なり、まあ、手帳なりをお持ちでない方、まあ、その方であってもですね、やはり言いますか、その行動面とかですね、まあ、そういったところから、まあ、養子縁児童ではないかというふうな、まあ判定をまあ、すべき用事につきましてはですね、先ほど申し上げましたような今年度1年かけましてのその判定の仕組みを作りまして、手帳診断書をお持ちでないんですけれども、やはり子どもにつきましては支援がいると判断される子どもにつきましては、まあ、指定に関してですけれども、次年度よりですね、交付金の対象としてまいりたいというふうに考えております。それは保護者の気持ちとしては分かりますから、それは手帳を受けるかどうかというところでね、保護者の選択は僕は保証しますけれども、さらに進んでね、その大阪市が作ったその認定制度、そういうことも受けたくないと、だけども幼稚園全部受け入れてくれっていうのはやっぱりそれはちょっと行き過ぎかなと思います。だから保護者の皆さんにはやっぱり手帳を持つっていうことはいろんな考え方があるんでね、それをどうするかっていうところは選択に任せます。だからその手続きを取るかどうかはね、でも幼稚園に入って、まあ、税を市民の皆さんの税を使いながら、まあ、これ幼稚園も運営されてるわけですから、まあ、そういうところでこうその施設に入園希望ということであれば、手帳の部分じゃないところで大阪市のその認定のね、その仕組みのところにはやっぱり、ね、乗っかってもらわないといけないのかなと思いますけどもね。やっぱりそうじゃないと幼稚園サイドの方も助成制度がないままで受け入れられるかといったら受け入れられない。でその親御さんの気持ちを保障するためにじゃあ一律幼稚園を全部59円維持するのかといったらそれは違うと思いますね。そこはやりすぎだと思います。
わかりました。ありがとうございます。読売新聞の川下です、はい。幼稚園の民営化なんですけども、これちょっと確認なんですけど、5月議会に提案するということでいいんですね、はい。あと障害児の受け入れ支援制度についても補正予算で出します。 あとですね、まず否決された14円についてということは分かるんですけど、残りの40円については、現時点でどのようにお考えですか？これは去年の議論の中で3段階に分けて出していくという話にしてますから、まずはこの19円から進めていくと。先々にはいずれは全て民営化というところ。いや、もちろんそうです。ただ公の役割というところは当然議論になってくるでしょうからね。障害のある子どもの受け入れ体制とか、そういうところを、この新しい、私立幼稚園を助成していく制度も出来上がった後にね、いろいろそこを検証していくことになるんじゃないでしょうかね。でも59円ね、この公立の幼稚園を抱えておくなんて、こんなことやってるのは大阪市ぐらいですよ。もうそんなことやめないと、あとちょっと話が違うんですけど、生野区の中学校ですね、はいはいはい、職員間の選挙で校内人事決めてたというのは分かって、市教委が調査するということになってるんですけども、これについてちょっと市長としても、いや最悪ですよこれ。だから僕はもういろんな情報を集めながらずっと物事を進めてきて、最後表に出してもいい状況になったので、いろんな一斉メールを使いながらああいうふうに出していきましたけども、僕は教育委員会から聞いてたのはね、もうそんな運営してる学校ありませんと。校長がちゃんと責任、権限と責任を持って、これは朝日や毎日は一番嫌がるのかも分かんないけど、学校運営について、それは学校運営の責任者は誰かって言ったら校長なんですから、現場の教員が責任持ってるわけではないのでね、そこはなんか決めるなんていうのは民主的でも何でもないですよ。民主的っていうのはちゃんとルールにのっとって、教育委員会がきちんと校長の人事をしてですね、そしてその校長が学校を運営する。で、教育委員会というものは僕の任命によって民主的な正当性が担保されている。現場の一人一人の教員は何の民主的な正当性も持っていない、いわゆる教員試験で受かってきた教員が校長の資格もないのに学校運営の責任者になるなんていうのは、こんなのはもう秩序を乱す以外何者でもないですね。絶対あってはならないんですよ。で、こんなことを平気で認めてきたから、日本の学校現場っていうものはきちんと組織として運営されてこなかった。で、これは知事の時に僕はもう大きくこの学校運営規則変えてね、細かく細かいところまで見て、あれ文科省の方の規定もね、曖昧にしてるんです。職員会議について、これは学校は職員会議を置くことができるっていう規定で主語がないんですよ。で、僕はそれはおかしいと。これ校長は職員会議を置くことができるんです。で、教員は置くことはできません。で、文科省もこれいろんな日教組との関係でこんな曖昧な規定にしたからね、わけが分かんなくなってしまったんで、確か府の管理規則はそこ校長はに僕は主語を入れたと思うんですけどもね、で3校のところで校長は職員会議を主催するってなってるのに、職員会議を置くことができるってのは一体誰が置くことができるのかってことを曖昧にして、でこんなねことをやってるからおかしなことになってくるんで、学校の責任者は誰なのかっていうのが分からなくなってくる。だから僕は府の時にもそこにこだわったし、で市長になってもそこは教育委員会の事務局に確認したらね、大丈夫ですって、ずっと報告があったんです。大丈夫でしょうねって僕は何遍も確認したら大丈夫です。でこれ規定困難ですよ。でなぜこの規定が出てきたか、公募校長ですよ。でこれ内部の校長は誰もこの問題点指摘してこなかった。で公募校長だから生野区のこの鋼鉄騒ぎになったね、校長はこの問題で学校現場と揉めたんですよ。で公募校長だからこの問題取り上げた。でメディアだって誰もこの問題取り上げなかったじゃないですか、結局。で僕もそんなのは大丈夫ですかって事務局に聞いても大丈夫ですしか報告が上がってこない。で結局外部のね公募校長が大金星ですよ。これは皆さんの仲間のね新聞記者の出身の校長がやってくれたんですけどもね、僕とずっともうこれはやり取りやりながらね、いろんな調整しながら、最後表に出すタイミングとかもこう考えていきましたけどもね、結局公募校長のもう大手柄ですよ。だから内部校長はねこれ問題意識すらない。で前任校長も非常に問題だったということは認識しておきながら、これはインタビューしたらね、ヒアリングしたら問題意識はあった、で問題意識はあったけれども表に出せなかったんですね。これが内部校長の実態です。やっぱりね内部校長悪いとは言わないけども、公募校長の必要性っていうのは本当にこれ痛感しましたね。で
この規約についても出てきたときに僕は教育委員会サイドに確認したらね、事務局に確認したら、いやこういう規定はあっても校長がちゃんとマネジメントしてたら問題ないんですって言うんですけども、これだったらこんな規約を廃棄した上でね、排除した上で校長規約としていろんなルール決めればいいわけで、延々とこれ僕が市長になったからもこれ改正されてるわけですよ。でね、こういうことをね、こういうことの問題認識を持っていないような内部校長が今各学校の校長についてるのかと思うとゾッとしますね。何が問題なのかということを各校長分かっていないし、で特に教員上がりの校長はそれまで組織を運営したことがないから、組織運営のそのあり方ということについてしっかりした認識ないんじゃないでしょうかね。大問題です。だから僕はすぐ規約これ廃棄すべきだということを教育委員会の方にも伝えて、多分教育委員会からそういう指示が出ると思いますけどもね。こんなことを長年大阪市の教育現場普通にこれを感じてね、メディアもこれ追及しない、メディアも公にしない、で誰がやったかって言ったら記者出身の外部校長が、民間校長がやってくれた。まあ本当にこれは公募校長のね大手柄というか大金星だと思いますけどもね。だから実態調査これやっていくということを教育委員会の方も言ってます。でこれね、現場ではこの問題点なんかさほど大きな問題点として捉えてないみたいですね。でこの方が学校運営がうまく回るからこういうやり方の方がいいなんていうことをほとんどの内部校長は思ってると思いますよ。こんなことを市役所でやりますかって言うんですよ。この人事とかこんなの選挙でね、この各部局が局が選挙で人事やるなんてありえないですよ。ちょっと教育現場はね、感覚おかしいんじゃないですか。組織っていうものがどういうことなのかっていうことをもう一度一から勉強し直してもらわなきゃいけないですね、教員含めて。おかしいこれは。だから教育のプロとしてね、生徒を教えるプロとしては僕はその部分は尊重しますけれども、学校運営のあり方についてはちょっと教員はじめね、内部で教員試験を受かってきたメンバーにはちょっとしっかり研修しなきゃいけないと思いますけどもね。だから責任の所在が曖昧になるんですよ、これこんなことで決めたら。だから意見聞くのはいいですよ、あの人事やるときにはいろんな意見聞いて、まあそれもどこまで意見聞くのかっていうのはいろいろありますけどもね。でもこんなあの規定を残しておいてね、これ校長が最後決めるんだからいいんですなんてことを言うような教育現場感覚が狂ってる、僕はそう思いますね。全国の自治体でもこれ残ってるところたくさんあるんじゃないですか。で内部の校長さんは、教員上がりの校長さんはこの問題点全然意識してないと思いますよ。一回行政の組織に来てもらってね、その組織の運営のあり方ってことはやっぱりこれ学ばせないといけないんじゃないのかな。確かにこのやり方の方がこの事務文書というかそういうことに関してね、みんなで話し合ってもらって決めた方がうまくいくって、確かにそれはあるのかもわからない。でもそれは責任放棄です、組織の長が、組織の長として責任放棄。ただある事務については誰もなり手がいないとかね、そういう事態がありますよ。なり手がいない場合にどうやって人事でね、人をつけていくのかっていうところも組織マネジメントなんでね、それを現場の方の選挙で決めましたなんて、こんなバカな組織ありますか、そんな。ありがとうございました。まあ朝日や毎日はそういうことはいいって言うんでしょうけどね。ご質問のある方どれぐらいいらっしゃいますか。日経さんと朝日さん、そういうやり方いいんですかね。だってそういうやり方推奨でしょ、現場で選挙で選ぶって。そんな朝日新聞で人事選挙でやってるんですか。デスクを誰にするかって記者が選挙で選んでやるんですかね。なんで教育現場になったらみんな選挙って言うんですかね。信じられない。だからそれは教員の役割は僕は認めるし、教育の責任者っていうか、生徒と接することに関して中身についてね、政治家が口出したりとか校長が口出すっていうのはおかしいと思うけれども、人事とか組織運営についてね、その現場の教員がそれ責任持ってない教員が選挙で決めるなんてありえないと思いますけどもね。ということはこれやっぱり選挙でやるべきじゃないっていうのが朝日の見解でいいわけですね。このイクの意見ですか。ええ、おかしいでしょ。ああ、サブソニーなんか朝日からそういう意見が出るとおかしいです、これは絶対おかしい。はい、朝日さんが
朝日新聞の南です。午前中の戦略会議で水道の民営化について基本方針が決まったと思いますが、その中で職員の身分についてなかなか従ってもらえ意向に従ってくれない人については職員基本条例にのっとって、ということが文言の手続き盛り込まれていたと思うんですが、これは基本条例に書かれている文言免職のことを指していると理解していいんでしょうか。そういうことを念頭において僕は職員基本条例作りましたからね。組織形態が変わるときにそんなやっぱり最後の最後までその職員のわがままに付き合ってられない部分も出てくるわけですから、公の組織っていうのは最後は税金で運営されてるんでね、ギリギリのところまでは対話していきますけれども、最後の最後のところまでその完全なわがままっていうものは許すことはできないので、そのために文言の手続きがあるわけですからね。だから職員基本条例にのっとって最後は文言の手続きに乗せて対応していきたいと思ってます。あと今日の戦略会議の中では幹部の中からこの運営組織、新しく作った運営の会社の準備期間が一定程度必要ではないかという、そういう議論がありましたが、27年度に移行す民営化移行するということの期間については今日の議論を踏まえて市長としてはどのようにお考えでしょうか。いやもうこれは行政のプログラムというか工程表ですから、行政マンの方にしっかり考えてもらって、また大きく変更するということだったら僕が判断すればいいのでね、それは現場の話です。そこは現状では特に変更する必要性というのはお感じになられてないと。今日の話であのまま進めていったらいいと思いますよ。あと今日の会議の中では市長はかなり議会との関係というところを実現性の点で気にされていましたが、今5月議会にこれから調査費を補正予算でこう認めてもらうなどのこう議会との対話というのが始まっていくと思うんですが、その辺の見通しについてはどのようにお考えですか。今回の水道事業のプランで問題点あるんだったら指摘してもらいたいですよ。問題点は一切出ないぐらいのプランにしてますからね、国家戦略にもかなってる。これは自民党公明党のまさにアベノミクスの一番大きな柱ですよ、水道事業の民営化は。でこれは国家戦略にもかなってるし、市民にとっても利益になる。で水道局自身にとっても自利品組織がね、将来夢のあるようなそういう可能性も持てる。どこからどう問題提起されてもね、これに勝る、制度はないし、今の現状維持がいいなんてありえないですよ。で必ず議会が言ってくるのは水なんていうのはその最後のライフラインというかね、一番重要なライフラインだから安全性をって言うんですけど、安全性についても全て考えて国と協議済みなんですから、どこまで議会がレベルの高い議論をしてくれるのかですよね。だからしっかりこういうのはね、政治がちゃんと、メディアがちゃんと政治と有権者つないでね、議会がおかしな議論やったら有権者に届けないとダメなんですよ。で議会との信頼関係という部分にもしかしたら影響を及ぼすのかなと思っている案件があるんですが、それはちょっと昨日のぶら下がりの中でも若干やり取りをさせてもらったんですけど、市長のおとといの愛人発言、あれは昨日の段階では冗談の極みだという形でおっしゃられましたけれど、市長は昨年慰安婦発言でいろいろ市長から言わせると誤解があったといった際に女性蔑視と取られられたことは、報道され続けたことは痛恨の極みだってことを、外国人特派員協会の際のですね、ペーパーとかにも書かれていたと思うんですが、今回同じようなですね、また批判を浴びてしまった点についてはどのようにお感じになられているんでしょうか。何も批判って一部のメディア のバカメディアだけでしょ。状況を見て何が問題なのか、あれぐらいのコミュニケーションがなく政治なんかできるのかなんて、普通に常識的に考えてもらいたいですけどもね。一部のメディアというか、昨日の夕刊まで入れると、主要紙は全部書かれているわけなんですね。主要紙っていくつなんですか。有権者211万人のうち8か9ぐらいの新聞社が言ったからって全てなんですか。大半ではないですかね。だからアンケート取ってください。世論調査やってください。各党、自民党や公明党などの幹部の方からも、法人である首長としてですね、こう発言する内容としてはいかがなものかということが、それはそれぞれの政治家 の考え方で、僕はあそこの会場の人とのコミュニケーションとしてはああいうことでコミュニケーション取れてると思ってますから、もちろん会場内を和ませるという趣旨、そういうだからこれからメディア入れません大丈夫です、心配しなくて、
まあ、今回残念ながらその、まあ、市長の発言がだいたい1時間半も喋っといてああいう記事しか出せないということなんか情けないと僕は思いますよ。メディアの方があれだけ喋ってもっと重要なポイントなんて山ほどあるのにね、そんなことじゃなくてあの発言だけを拾って、あのやり取りの中で、あれはどういうシーンなのかなんて僕がいちいち言わなくたってあんなの聞いてればあの国語力が普通にあればそんなこと分かる話なのにね、とはそれはあの1時間半も喋って、フルオープンの中で喋ってあれぐらいの記事しか出せないようなメディアに対してはこれからはフルオープンで喋りません。まあ、シーンが何かっていうのはちょっとマイルドに聞いてみたつもりなんですけど、ただこの案件それだったらあそこの会場の人から大ブーイングが起きてもいいじゃないですか。みんな場の雰囲気が分かってるから拍手してるんで拍手してて本当にいいんですかってあの普通の日本語のあのコミュニケーションの中で、あれを問題視するっていう人がいるんだったら僕はそういう人とは付き合いません。まあ、残念ながらこう市長の発言がこうネット上とかでですね、まあ、いろいろ伝わる中でそれはメディアが報じたからでしょ。バカなんで、まあ、市長は発言した通りに伝えてるわけですけど、いや全然前後の拍手が起きたとか僕が最後の発言どうしたかそんなところで、拍手してていいんですかねまでやったのはデイリースポーツかどっかのスポーツ新聞がそこをやったわけでね、あのやり取りあと TBS かなんかが画像でやってましたけども、 あそこをちゃんと文章化してるところなんかなかったじゃないですか。で朝日は特に最後のいや僕は妻には言えませんけどねってその言葉も弾いてるじゃないですか。まあそれ翌日に夕刊に入れてますけど、いやそう遅いですよ、そんなのはあそこの最後の女妻だからあれは読売はそれ入れて、まあでも女性の反発を買うかもわからないって嫌味を入れて毎日は稲垣さんがまあ一応あれを最後のところは入れてくれてるけど朝日はそれまた入れてないでしょ。慰安婦発言の時の主語を抜かした話と同じじゃないですか。だから僕はそういうことはもう付き合わないし、もうあの発言で、ああだこうだ言う人からも票はいりません。いや、そのネット上で言われてるのは、この御堂筋をなんか愛人特区だみたいな形の表現まで出てしまっていて、だからそれは結局、まあ、施策をいろいろ進めてるな、市長が進めるっていう、だからそれなんでそうなったかって言ったら、それ朝日が報じたからじゃないですか。まあ、それは朝日だけじゃないです、ね。うん、だから普通にあの表現してもらったら、あそこのやり取りとかそういうのは分かるじゃないですか。もう市政課題に対するこう信頼まで落としてしまったというところは落としてないですね。あくまでそこは影響はない、朝日新聞からは信頼を落とした、朝日新聞の信頼、朝日新聞から僕に対する信頼は落ちても僕は一向に構わないんでね、それだったらあの職員 の, あの職員会議の問題はちゃんと書いてください。全然書いてないじゃないですか。あっちの方が問題点ですよ。あ、その学校の生野区の学校のことで、そっちのことの方が問題じゃないですか。いや職員会議で人事を決めるなんていうのは大問題なのに、僕のあの発言の方が問題なんですか。学校現場の方がどれだけ信頼を失墜してるかなんて、そういうところは報じずにね、職員会議であの職員が選挙によって、校内の人事を決めていたなんて大問題ですよ。そっちの方が学校の信頼を落としてるんじゃないですか。まあもちろんそれも問題ですけど、でも書いてないでしょ。まあ、ちょっと今どういう取材状況か分からないですけど、ただまあ市長はこう260万の、まあ、市長だから、信頼僕は落ちてないと思ってるからいいんですよ。それは僕はそういう認識なんですから。じゃあこの件は全く問題がないという認識は全く問題ないです、ね、全く問題ないです。だからちゃんと映像をちゃんと見てもらって、一から最後まで映像を見てもらって何にも問題ないです。まあ、この件がその市政課題だけじゃなくて、まあ、市長はその政治家としてこの慰安婦の発言とかについてですね、まあ、問題提起されてきたところもあると思うんですが、ええ、まあ、そうした内容についてもですね、こうそもそもの女性に対する感覚はそうなんじゃないかということで、じゃあ朝日が言ってるだけじゃないですか。慰安婦問題だと僕は何にも、慰安婦問題の発言についてはやっと産経が一瞬最初はビビって、ひよってたところもあるけど、やっと産経がもう必死になってやってくれて、多くの国民の皆さんに伝わってきてるんじゃないですか。ちゃんとしたその意図というか、何を問題視してるのかがね。歴史認識の問題なんていうのは、認めるところは認めて言うところを言わないとそれは止まらないですよ。これはもう厳しい外交の話の中で、日本なんていうのは武力で、何か現状を変えようなんていう、そういうことはもう一切やめようっていう国なんだからね。そうであれば言論でね、しっかり言うべきことは言っていくと。だからあれは産経がこう言い始めて、慰安婦像の設置の問題もああやって明らかになってきてるから、やっと言って、歯止めがかかるような状況になってきてね、
もそれは重要なことじゃないですか。だから何もさ信頼、そういう問題について朝日の購読者とか毎日の購読者は僕の発言で、なんか政治家としての信頼を落としたというかもわからないけれども、そうじゃないっていう人たちもいるわけで、そうじゃないっていう人たちに向けて僕は政治活動をやっていけばいいわけですから。でそれがダメだということだったら民主国家の中で僕を落とせばいいだけの話なんだよね。わかりました、ありがとうございます。関西電力 の株主総会について今年の対応をちょっと伺いたいんですが、基本は去年と同じです、質問はするけれども、ね、市長はご出席されな しないという代理の方が、出席をする。で職員を代理につけるというような話が上がってきたので、それはダメだと、府市エネルギー戦略会議のメンバーで、もしやってもらえるんであれば参与の任命をしてですね、まあ、できたら前回やってくれた河合弁護士、まあそれは分かりませんよ、相手方の意向があるので、でも職員がまた代理で行くなんてそんなのはダメだということで局に返しましたけどもね。職員が代理で行くことの問題というのはどういった問題ですか。だってそんな職員が本気になって質問なんかそれプロじゃないからできないじゃないですか。特別採用なりを、特別採用を誰か選任してね、まあ、ずっと今までの流れから言えば河合弁護士にやってもらうのが一番なんでしょうけども、ただ今の大阪市の状況を見てね、引き受けてくださるかわからないので、まあいずれにせよ特別参与を任命してね、しっかり、これ質問していかなきゃいけないと思いますよ。というのは僕はもうこれ自分が僕が株主総会に2年前出た時にも言い続けましたけど、結局もうこういうことを分かってたんだね。その原子力発電というものを前提としたね経営というものをやり続けたら、どっかでこれもう今の原子力発電がいいか悪いかという議論は置いといたとしてもね、日本の今の状況からすれば経営が絶対に行き詰まるっていうのはもう2年前にも分かってたんだから、だから手を打たなきゃいけませんよってことを刑事に言ったのに一切聞く耳持たずでね、今になって慌てて火力をやろうとか言い出したでしょ。遅いですよ今の経営陣、経営陣失格ですよ。そんな2年前に僕株主総会でそれ指摘したんだから、だからその原子力発電についての是非はあれは株主総会の場だからあえて問わないと、まあ、あれを市民運動的にね原発反対というやり方もあるけども、それは違うと、株主として経営問題に絡めてね、今後のこと使用済み核燃料の最終処分地も決まらない、それから安全体制についてもはっきりしないような状況の中でね、その原発が再稼働するなんていうことは安易に考えるのはそれはおかしいですよ、無理ですよと経営上ね。でその原発に頼ったような経営方針をやってたら絶対行き詰まりますよということを再三指摘したにもかかわらず、経営陣はそれ今になってやっと方針を変えたわけですから、遅いですよ2年、もう経営陣失格、もう全員クビ。改めて、市長ご自身が株主総会に出られてそれを主張されるという、もうしない、もうしない、ね、それはもうすでに2年前に伝えているからということ、だからそれは代理人でやってくれたらいいと思うんで、もう経営陣クビだということを声高らかに言ってくれるような特別参与を選任したいですね。それはいくら森さんが関係連でのお付き合いがあったとしても、それはやっぱり株主として僕は2年前に指摘したんだから、この経営が行き詰まると、だから火力とか原発と違うね、その電力というものを今考えないと経営行き詰まりますよと株主として言ったにもかかわらずやらないんですから、もう全員クビですもんということを大阪市の職員は言えないでしょ。そんな、わかりました、ありがとうございます。読売新聞の清永です。ユイの党との合流協議の関係なんですけれども、はいはい、石原さんと江田さんが今週の金曜日にお会いされるようなんですけど、はい、市長の方から、石原さんに対して江田さんと会ってほしいというふうに、お話されたというふうに、はい、石原さんが言われていましたけど、実際にお会いされて、いわゆるその政策協議も含めて折り合えるというふうに思われて、斡旋というか促されたんですか。まあこれはいろんなちょっといろんな話があった上で、判断したところなので、まあ、11日を見ます、まず。
江田さんとの間で、例えば憲法裁判所の設置とかそういったことは、非公式の形だと思うんですけれども、市長と江田さんの間では一致しているので、一致してますよ、憲法裁判所については。で、市長と石原さんの間でも一致している、執行役員会議で、問題提起をしたので、執行役員会議の中で小沢国対委員長の方にはその旨を言ってですね、検討してもらいたいということを言ってます。で、小沢国対委員長は憲法改正しないと憲法裁判所が作れないというふうに思ってたみたいなので、それは違いますよと。今の憲法81条の枠内で憲法裁判所、まあ、いわゆる付随的審査制をもうちょっと抽象的審査制の方にシフトしていくということは今の憲法の中でもできますよということを伝えて、あ、そういうことだったらちょっとその方針で考えたいということを言ってくれてますから、まあ、維新の大きな方針に。で、また江田さんともこの話をして、江田さんも、あ、そういうやり方だったらこれは維新、まあ、ゆいの党のね、一つの大きな憲法保障の特徴ある主張になるからということで、江田さんもこれは賛成してくださってます。だから集団的自衛権の問題についてはこれは憲法保障とワンセットにやらないと、国民の皆さんが、これはやっぱり朝日の世論調査でもそうですけども、みんなやっぱり危ないっていう感覚を持ってます。で、僕も危ないっていう感覚を持ってます。これみんな政治家が憲法の解釈をみんなが机の上でやるんですけども、これ危ないですよ、危険ですよ。これ同盟国だけなのか、東南アジアの諸国も含めるのか、どうするのか、これは危険です。危険というのは政治家だけでやるのはね。だから憲法保障の体制としては内閣法制局じゃなくて、もうちゃんと司法にやってもらう。で、司法に憲法保障をやってもらう代わりに、政治家がきちっと対極的なその観点から憲法を論じると。まあ、これが今の日本国憲法が予定している三権分立統治機構だと思いますよ。で、今までが歪んでたんですよ。だから内閣法制局っていうものが一気に一手にその憲法保障になってた。ですから政治家はもう議論しないわけですよ。だからこれ朝日新聞も毎日新聞もみんなそうですけども、政治家が憲法の解釈を変えてもいいのかって、誰が変えるんですか。内閣法制局が変えるっていうのがこっちの方がおかしいんですよ。さっき の, 職員会議で人事をね、決めると同じようにね、今の日本国憲法では内閣法制局は内閣に意見を言えるだけであって、最終的な有権解釈者じゃないですからね。まあ、内閣の責任者は内閣総理大臣に決まってるじゃないですか。だからこれは朝日新聞や毎日新聞は憲法というものをね、ろくに勉強してないから、内閣法制局が憲法の番人だっていうふうに、まあ、最近ちょっと主張やっと気づき始めて変え始めてますけども、憲法の番人は司法なんですよ。ここの機能が緩かったから、その政治家が憲法を議論するのはね、危険だと感じられていたわけで、日本のその憲法保障の体制ってものをしっかりね作ればね、政治家が堂々と憲法を議論したらいいんです。そしたら今度読売新聞がまたおかしなこと言って、裁判所は違憲審査権については適切な交渉なんかいうふうに言ってるけども、あれもむちゃくちゃですよ。あんなこと言い出したら、ほんなら政治家の憲法議論なんていうものはやっぱり抑制していかなきゃいけないですよ。やっぱり裁判所っていうものはもっと積極的にね、憲法保障に乗り出してくるような統治体系にする。それと同時に裁判所の憲法保障の体制が強まればね、政治家のその憲法論議っていうものをもっと活性化させることができるんですよ。で、これは江田さんに伝えたら、江田さんも納得してくれました。で、それに加えてね、また朝日や毎日のことばっかり言うけれども、とにかくね、憲法本当にろくに勉強してるのかなと思って、論説委員、最高裁の長官の最高裁の長官人事の時にね、慣例人事なんてのは最悪ですよ、これ。で、慣例人事なんてやるからね、じゃあ責任の所在が分からなくなるんですよ。で、今の裁判所の組織に問題点がないのかっていったら、問題点いっぱいありますよ、これは。で、じゃあ何がその裁判所組織のね、裁判所組織も官僚組織になってるわけですから、もしこれ慣例人事でね、人事なんか認めたら、みんなその慣例人事のその上の人たちの方ばっかり見ますよ。だから政治が一定の裁判所の方向性を決める、で、これは全然司法への介入でも何でもないんです。一定の方向性を決めるのは政治ですよ。で、方向性を決めた上でね、人事をしっかりやる、長官を人事をしっかりやる、で、これは政治が決めるんですよ、当たり前ですよ。で、それは首相の内閣の意向が働いていいんですよ。でも選ばれた以上はね、その憲法と良心、憲法と法律と良心に従ってのみ裁判所は仕事をすればいいわけで、もう選ばれた以上は一切内閣の顔色なんか伺わなくてもいい。これが日本のね、統治の仕組みですよ。だから今裁判所がね、
内閣 の, あの最高裁の長官の人事が慣例人事をやってるからどういう事態が起きてるか、政治家が平気で言うじゃないですか、選挙で選ばれてない裁判所がね、あの一票の格差の問題の時にね、政治家が決めたルールをそんな選挙で選ばれてない裁判官が破棄できるのか、あれはもうたまげましたよ。なんでああなるかって言ったら、自分たちが裁判所に対してね、責任を負ってるっていう感覚は政治家にないわけです。これなぜかって言ったら、内閣はきちんと長官人事をやってない、だから政治家は全然関係ない裁判官が勝手な判断やってると思ってるわけですよ。もう日本の統治機構はね、建前だけで実態がむちゃくちゃだから、本当に校長が人事権を持ってると言いながら職員会議で、人事を決めたりね、教科書の採択権は教育委員会が持ってるのに現場に任せろとかね、こんなことやってたらダメですよ。だから最高裁の長官人事はしっかり内閣が間に入って、介入じゃなくて責任を持って人事をやる。でそのプロセスはね、日銀総裁人事の時も僕問題提起して、あれ維新の会で働きかけてもらったんですけども、今までも日銀総裁人事で総裁に対してのね、そのヒアリングなんかやってなかったんですよ。でも形式的に同意人事で、そうじゃなくて徹底して表でヒアリングやって、金融緩和についての考え方にしても何にしても全部それ問いただしてね、チェックをするっていうのが本来の人事のあり方ですよ。だから最高裁の長官人事についても憲法では内閣が指名をするってなってますけど、プロセスはやっぱりね、アメリカのあの上院の公聴会のようにね、国会で徹底してね、長官に対して質問を浴びせないとダメですよ。どんな考え方なのか徹底して、そしたら死刑についての考え方とか裁判員制度についての考え方とかね、取り調べの可視化についての問題点とか、今何にも最高裁の長官の考え方が出てこないっていうのは、そのプロセス踏んでないからです。でこういうことをやろうと思ったら、朝日新聞や毎日新聞が司法への介入を許すなってなるでしょ。もうちょっと憲法勉強してって言ってください、論説委員に。だからあれは内閣がちゃんと指名をする、介入でいいんですよ。でその代わり国会がちゃんとチェックをする。で国会が決めるわけじゃなくて、最後は内閣が決めればいいけど、長官に対してはね、政治家が質問を浴びせ倒せないとダメですよ、それは。で選ばれた以上は、最高裁の長官は憲法と法律と良心に従って仕事をすればいいわけで、司法権の独立が認められてるから一切首は切られない。だから選ぶまではね、その政治のプロセスの壁を乗り切ってもらわないといけないけど、選ばれた以上は自分の発言と憲法と法律と良心に従って仕事をすればいい。でこういう憲法体制がきちんとねできてないから、総理大臣が解釈について自分が責任を持つって言ったら、一つの内閣で解釈を変えてもいいのかって、驚きですよ。誰が解釈の責任を持つんだと。内閣で解釈変えてもいいんですよ。でも変えてもいいけども、そこは憲法裁判所が出てきてね、その解釈の変更はダメだよってことをバチンと言えるようなね、その憲法保障のその仕組みがあれば、ほら時の内閣が憲法解釈を変えてもいいじゃないですか。当たり前じゃないですか、そんなのは選挙で選ばれてるんですから。でもその解釈の変え方とか憲法の考え方についてちゃんとその第三者チェック、司法によるねチェックが働くっていう、そういう仕組みにすればね、憲法とかもう何から何まで、まあ朝日新聞はね本当に官僚組織万歳の新聞ですよ今。慣例人事、内閣の、最高裁の長官は慣例人事であれ、憲法の最終有権解釈は内閣法制局だ、長官内閣法制局、もう政治っていうものを一切信頼していない新聞なんだなってことを痛感しましたけどもね。だから教育委員会の話でも政治が決めることは怖い怖いって言ってて、だから教育委員会の委員が決めることは怖くないんですかね。あの感覚は分かんないですね。もう選挙で選ばれた人間はみんな悪で、選挙で選ばれていないものが正しい。政治家も間違うこともあるけれども、教育委員だって間違うことあるわけですよ。でお互い間違うことがある者同士で、最後間違った時にも責任が どういう形で責任取れるのかっていったら、選挙で選ばれる者しか責任取れないじゃないですか。いやもうちょっと勉強するように言ってください。質問のある方いらっしゃいますか。